お笑いコンビ、ナインティナインの岡村隆史が16日深夜放送のラジオ番組、ナインティナイン岡村隆史のオールナイトニッポンで、カズコと J2 横浜福の三浦智和選手に引退を勧める発言で批判を浴びていた野球評論家の張本勲氏に、ムカつく、と不快感をあらわにした。張本氏は12日放送の TBS 系、サンデーモーニング、で、J リーグ最年長記録を更新するゴールを決めた三浦に対し、若い選手に席を譲るべきだと主張し、もうおやめなさい、などと引退勧告。この発言にネット上では批判が噴出する騒ぎとなっていた。自身もサッカー経験者でサッカーファンの岡村は、張本氏の野球界における功績については、すごい人やと思うんですよ、としつつも、分野の異なるサッカー界のスターであるカズに対する辛口発言に、ムカつきますよね、と不快感を示した。ありがとうございました。